皆さんこんにちは。今日は落とし穴のドッキリが思わぬ大事件に発展した金沢地判平成26年10月28日を紹介したいと思います。ではどんな事件だったのか見ていきましょう。石川県河北市の大崎海岸で23歳の弘樹さんの誕生日を祝うために妻の梨沙さんは友人と一緒に 2.5 メートルの深さの落とし穴を作成しました。予定通り夫婦が落とし穴に落ちたところ相当量の砂がかぶさり、1時間後に2人が救出されたものの、その後に金沢医科大学病院で亡くなられました。そのため弘樹さんの両親は友人ら8名に対して約9100万円の損害賠償を求めて提訴しました。金沢地方裁判所は次のような理由で友人ら8名に対して合計約4130万円の支払いを命じました。友人らは金沢市内の居酒屋に集まって弘樹さんの誕生日を祝う企画の内容を相談し、妻の梨沙さんの提案により砂浜に落とし穴を掘った上で梨沙さんが弘樹さんに対し手紙を読み、弘樹さんを落とし穴に落としてパイ投げやクラッカーを鳴らして祝うことを決めた。弘樹さんは梨沙さんの車に乗って落とし穴の北東側に来た後、アイマスクとイヤホンをつけた状態で梨沙さんに連れられて穴のそばまで来た。梨沙さんは弘樹さんのイヤホンを外した後、一人で穴の反対側に行った。その後梨沙さんは弘樹さんに対しアイマスクを外すよう告げた後、両者は何かを話していた。友人らの想定では梨沙さんが弘樹さんに対して手紙を読んだ後、弘樹さんがまっすぐ梨沙さんの方へ歩いてくる途中で穴に落ちる予定だったが、弘樹さんは穴の周囲を穴を避けるようにしながら梨沙さんの元へ歩いてきた。その後2人は一緒に穴に転落した。落とし穴に転落後の梨沙さんおよび弘樹さんは両名とも頭を下にして砂に埋まり、膝から足先だけが砂から出ていた状態だった。両名の救出中に消防職員が撮影した画像には弘樹さんと梨沙さんの足が映っているところ、弘樹さんのつま先は海金沢市方向を向いており、梨沙さんのつま先は弘樹さんのつま先とはほぼ逆方向にあたる山石川県白井郡方向を向いていた。友人らおよび梨沙さんが掘った穴は深さが2メートルを優に超え、友人らも弘樹さんが落ちたら怪我をするのではないかと感じるほどのものであった。このような穴の形状を踏まえると、本件で友人らおよび梨沙さんが掘った穴は客観的には人が落下すればその身体に重篤な損害を与え、さらには生命をも侵害しうる危険性の高いものであったと評価できる。友人らおよび梨沙さんはこのような穴の客観的状況を認識していたのであるから、かかる危険性について予見可能であったというべきであり、それにもかかわらずこのような危険性の高い穴を作ったことにより本件事故を発生させたのであるから過失責任を負うというべきである。弘樹さんは地表面の直径が約2メートルである穴が存在していることを認識し、かつ梨沙さんと示し合わせて故意に落とし穴に転落したと推認できる。弘樹さんの具体的な落下対応を認めるに足りる証拠はないが、
穴の直径に照らせば相応の深さがある穴であることは、ひろきさんにも容易に想像できたものと解されるところ、ひろきさんはそのような穴に自らの意思であえて転落したと推認できるから、本件事故発生につきひろきさんにも一定の過失があったと言わざるを得ない。そして上記認定にかかる友人らの過失内容およびひろきさんの過失の内容を考慮すると、ひろきさんの過失割合については4割と評価するのが相当である。そうすると本来友人らは絶対的過失割合に基づく被害者たるひろきさんの過失による過失相殺をした損害賠償額について連帯して共同不法行為に基づく賠償責任を負うべきことになる。しかしながらリサさんは本件事故当時ひろきさんの配偶者であったものであるから、リサさんと友人らとの関係ではリサさんの過失を被害者側の過失として審釈するのが相当と解される。そしてひろきさんの誕生日を祝うために砂浜に穴を掘ってひろきさんを落とすという計画を発案したのはリサさんであり、リサさんの提案なくしては本件事故の発生はなく、友人らはリサさんの呼びかけに応じて穴掘りに関与したに過ぎないことを考慮すると、リサさんの責任割合は各友人らの2倍と評価するのが相当である。よって友人ら8名は合計約4130万円を支払えと判決を下しました。今回のケースで裁判所は石川県の海岸で夫婦が落とし穴に落ちて窒息死した事故をめぐって、夫の両親が友人らに対して損害賠償を求めたところ、落とし穴を発案した妻に過失があるとしつつ、夫もわざと落ちた可能性があるとして過失相殺により4130万円の支払いを妻の両親と友人に命じました。ちなみに海岸保全区域内では海岸管理者の許可なく 1.5 メートルを超える穴を掘ると1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金に処されるので注意が必要でしょうね。最後までご視聴いただきありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。また次の動画でお会いしましょう。